矢吹町県民リポーターの矢吹寺くんです。よろしくお願いします。今日は矢吹町にある矢吹駅をご紹介したいと思います。この駅は現在から未来への架け橋となるような駅舎となっています。平成8年にはグッドデザイン賞を受賞しています。観光案内所では今月30日まで絵本作家、造形作家の菊池清先生の絵本と式のカード展を開催しています。29、30の2日間、飛び出す花のカードを作ろうというワークショップが開催されます。こちらが矢吹駅の売店になります。それでは入ってみたいと思います。待機してます。矢吹で人気のごますり餅や柴田屋のせんべいも置いてあります。その中でも一番人気なのは矢吹じじばばまんじゅうです。どうしてじじばばって言うんですか？じじばばとは町の花、春蘭の別名です。おじいちゃんおばあちゃんに長生きしてもらいたいと願いを込められています。こちら2階の自由通路では毎月第2日曜日にハッピーサンデーというマルシェが開催されます。こちらは駅の東口になります。こちらは丸い窓が一つ、街を見続ける望遠鏡のようです。